って、まあ、結局走行会は間に合わずノーマルで走ったんですけど、まあそれで納期が3ヶ月ってことで今日取りに行きます。3ヶ月長かったっすね。ちょっと楽しみすぎて、まあ、やばいっすね。まあ何のホイールかはちょっと見せますんで、ちょっと待ってくださいね。一応富士コーポレーションでホイールは買いました。サイズが 9.5 の、まあ、18インチで、オフセットいくつだったっけな、プラ40いくつ38 40いくつだったかな。まあギリギリ多分フェンダーには収まるかどうかっていうぐらいだと思うん でタイヤ幅は265の35の18ですね。いやめっちゃ楽しみ。富士に着いた。ここですね。うわ混んでるな。すぐ取り付けてくれないかもしれないですね。ありゃ混んでるわ。ちょっと取りに行きます。はい。じゃあ今ちょっともう夕方になっちゃって暗くなっちゃったんでちょっと外で取れないんですけど、駐車場に明るいとこ来て今撮ってるんですけど、こちら横浜アドバンの RZF2 ですね。いやめっちゃかっこいい。これやばすぎでしょ。いやーやばい、かっこいい。でホイールじゃねえや、タイヤの方はベンタス RS4 ハンコックですね。これ最近結構人気のかなりハイグリップ、国産で言うとなんだディレッツァの Z3 とかダンロップのとかとまあ匹敵するぐらいのグリップはあるみたいなんで、ものすごい楽しみですね。でハブリングはなんか赤が入ってますね。色は指定してないんですけど赤ですね。でマックガードのロックナット、これが黒、黒あるの初めて知りました。でまあナットは普通の黒で、まあさっきも言ったんですけど 9.5 の18インチの 9.5 でプラ44ですね。で265-35-18 で面の方はフロントは結構フェンダーに収まってるのかな、ギリギリ収まってるんじゃないですかね。まあ、こんな感じ、まあ、はみ出てると言ったらはみ出てる、まあ、スポークのここがちょっと出てるんですよ。わかりますかね、こうやって見るとまあはみ出てるっちゃはみ出てるって感じですね。まあキャンバーついてギリ収まってるって感じなんで、キャンバーはまあ2度半ですね。でリアもこんな感じでですね。いやーかっこいい、かっこよすぎる。
応ギリギリ収まってるか収まってないかって感じ。まあディーラーは多分これ入れないかなっていうレベルですね。はい、でタイヤが一応265、まあこんな感じですね。まあ、純正よりは結構太いんで、結構多分剛性が今ちょっと乗った感じ強くて、剛性強くてゴツゴツ硬い感じですね。なんか純正だとふにゃふにゃしてる感じなんですけど、なんかまあ今ちょっと入れたばっ空気入れたばっかで 2.4 キロっていうのもあるんですけど、結構硬いですね。でタイヤの形状もラウンドじゃなくてスクエアで結構四角いんで、うん、でタイヤのパターンもこういう感じです。あんまハイグリップタイヤっぽくないですけどねはい、一応こんな感じですね。一応これでじゃあホイールのお披露目は以上になります。また昼間多分撮る日時間他の動画であると思うんで、またちょっと見せたいと思います。